プロ野球独立リーグの石川ミリオンスターズが来月のシーズン開幕に向け金沢市内で合同自主トレを行っています。今シーズンに強い思いを持って挑んでいるのが輪島市出身の川崎選手です。あの奥川投手と同世代で石川県の高校野球を彩ったエースピッチャー、プロ野球 NPB への思いを取材しました。今月1日金沢市内で石川ミリオンスターズの合同自主トレが始まりました。初日から軽やかな走りを見せるのが21歳川崎俊明選手です。もう待ち遠しくて、もう自分でもたくさん練習してたんで、本当に今日という一日がもう楽しみでしょうがなかったです。はい、輪島市出身の川崎選手、高校時代は140キロを超えるストレートを武器にエースピッチャーとしてチームの県大会ベスト4進出の原動力となりました。この年は星稜が夏の甲子園で準優勝した年、現在東京ヤクルトスワローズの奥川恭伸投手が星稜のエースとして全国を沸かせていました。直接対決はかなわなかったものの、輪島の川崎投手も奥川投手のライバルの一人として県内では注目を集める存在でした。ただピッチャーとしてだけではなく、高い身体能力を生かした守備や走塁、さらに高校通算で15本のホームランを放ったバッティングでもチームの躍進に貢献しました。高校卒業と同時に独立リーグの石川ミリオンスターズに入団、内野手1本で勝負することにしました。試合に出たいのもありますし、野手の方が本当に得意って言ったらなんですけど、成長できるんじゃないかなって思ってたんで。バッターとしてプロ野球 NPB 入りを目指し、昨シーズンは主にショートで56試合に出場。確実性と長打力を兼ね備える中距離ヒッターとして打力を磨いてきました。今年打撃はしっかりチームに貢献できるように、4年目ということでキャリアハイを、目指して、やっていくことですね。高校卒業後プロを目指す選手の進路は一般的に3つに分かれます。大学進学、社会人野球、そして独立リーグです。ルールとして大学に進むと4年間、社会人野球は3年間、 NPB からドラフト指名を受けられませんが、独立リーグの選手は1年目から指名が可能です。少しでも早く NPB に行きたいと思っていた川崎選手は迷わずミリオンスターズへの入団を決めました。上のレベルの NPB に行きたいと思って、その一番の近道が石川ミリオンスターズさんだったんで、そこでプレーさせてもらって1年でも早くNPB に行けたらって思って入団しました。1月下旬、雪がちらつく金沢市内のガソリンスタンドでテキパキと働く従業員、川崎選手です。独立リーグの選手にはシーズン中球団から毎月10万円ほどの給料が支払われますが、11月から2月までのシーズンオフの期間は給料が出ません。この期間はそれぞれがアルバイトをして生活費や野球の道具を買うためのお金を貯めます。川崎選手も新人の頃からシーズンオフには毎年このガソリンスタンドで働いてお金を稼いできました。野球道具高いんで、あんまり、買うっていうよりグローブとかを、手入れする道具だったり、そういう部分です。買うとしたら僕やっぱり寒いのはちょっと苦手で、寒いとか仕事をしている以上、寒いとか言ってられないと思うんで、そこを我慢して、
この力になれるように精一杯働いています。その働きぶりは職場でも高く評価されていました。この冬の時期、この SS という冬が一番忙しいんですよね。タイヤ交換だったり、ただそういったこと、力仕事も多少あるんですけど、彼はもう率先してそういった業務を手伝ってくれて、もう本当に非常に助かってます。野球も成功はしてほしいんですけど、もし野球をあれした時には、ぜひ、僕としては一緒に働きたいです。おめでとう。前向きに働き、仲間からは頼られ応援される日々。しかし年々焦りを感じるようになり、本音が漏れます。正直この時期が本当に一番辛いです。正直もうバイトして、でも来シーズンのことも考えて、本当に両立しないといけないんで、両立って本当にちょっと難しい部分、もう時間も取れないんで、どう時間を取るかっていうのが本当大事になってくるんで。輪島市の実家を離れ、現在は金沢市内のアパートで兄弟と2人で生活をする川崎選手。家賃や光熱費は折半し、食事はお互いの予定に合わせて自炊しています。この日のメニューはオムライス。潤沢にお金をかけられない中でも、体を作るためにエネルギーとタンパク質の摂取を大切にしています。いただきます。そして食事中でもプロ野球の動画を見て勉強をしています。この日は同じショートの西武ライオンズ源田選手のファインプレー集を見ていました。やっぱり食べてる時でもこうやって野球のことを考えるんですか？そうですね、24時間あるんで、時間はどれだけ野球のことを考えるかが、成長につながる一歩だと思ってるんで。食事でいつも使っているのが、ふるさとの伝統工芸、輪島塗の箸。ご両親が輪島塗の製造販売の仕事をしているそうです。そうですね、これはお父さんとお母さんからもらったんですけど、必ずお箸は輪島塗使ってますし。プロ野球選手の夢を追う原動力も、育ててくれた両親への恩返しという思いが強いようです。一番は、僕が行きたいのが強いのと、やっぱり親ですかね。親が本当に毎試合のように試合見に来てくれてるんで。親孝行がしたい。そうですね、親に自慢してほしいですね。息子がプロ野球選手になったって、それは本当に嬉しいですよね。そのために頑張ってます。おととし、去年と川崎選手はチームの後輩が NPB からドラフト指名されるのを見てきました。笑顔で送り出したものの、内心は複雑だったといいます。嬉しい、 NPB に選ばれて嬉しい気持ちもあったんですけど、やっぱり一番悔しいっていうのが一番大きいかなって思ってます。ドラフト会議、あそこに座って指名される、そこからの活躍を、毎日バイトしながらでも意識してやってますし、確実性と、やっぱ最後はやっぱ数字を意識することも大事ですし、やっぱりスカウトに目に留まってもらえるような破壊力、そうです、破壊力が一番大事かなって僕の中では思ってます。4年目の今年こそ自分がドラフト指名される、それはゴールではなく、ライバルたちと戦うためのスタートだと強調します。奥川世代とか言われてるんですけど、それをしっかり塗り替えて川崎世代に、していけたらいいかなと思ってます。
合同自主トレ初日、川崎選手が手にはめていたバッティング用の手袋はガソリンスタンドでのアルバイトで貯めたお金で買いました。このバッティンググローブを使って試合に臨めたらなと思って。同じ内野手として NPB で活躍した後藤監督も川崎選手に大きな期待を寄せ、才能を伸ばそうと努めています。彼自身も本当にもがき苦しんできた3年間だと思いますし、そういう意味で言うと、なんとかものにしてあげたいなっていう気持ちは本当に強いので、独立リーグだと平均的な選手はいらないと、何か一つ秀でたもの、一芸を身につけて上げさせれるようにね。球場に足を運んでもらえたら、僕が一番本当に目立つぐらいプレーしてるんで、ぜひこの打撃面だったり守備の爆発力ですかね、それをしっかり見てもらえたらなと思ってます。オフシーズンモチベーションどれくらい保てるかって本当に難しいだろうなと思うんですけれども、高みを目指して努力している姿はちょっとグッとくるところがありますよね。食事をしながら本当に勉強をしているっていう姿は心つかまれましたね。奥川世代、川崎世代に来ていただきたいと思います。さあ、石川ミリオンスターズはこの春新しく発足する日本海リーグに挑みます。ぜひ球場で直接地元選手を応援して NPB 入りを後押ししたいところです。ここまで特集をお伝えしました。